どうもミルトンです。今回はウォーデンを使っていきたいと思います。で、こいつの能力何かっていうと、スモークグレネードとスタンを無効化することができてしまうんですよ。だから相手がね、これからフルパとかでスモークグレネードとかぶん投げられたり、インとか投げられてセットプレイかまされても、こいつだけ抵抗ができるんですよ。いや、もう超強い、もう強キャラだねってまた言いたいとこなんですけど、まあこうやってまたね、触れるだけでダイヤとか言ってたら、うわこいつまたくせえこと言ってるよ、ほんと詐欺師だわ、嘘つくなよとか、サボテンとカメムシのハーフとかね、もうどうせ言われるんでね、もう今日は本音で話していこうと思います。正直なところ、ウォーデンのメガネマジで使わない、ランクでほんと全然使わないんですよ。ほんと都市伝説かと思ったぜ、おい、これ都市伝説と思ってたんだけど、でなんでねこれ使わないかっていうと、野良ランクで相手が野良だと、もう全くプラントすることないんですよ。いや、なんかなんでみんなプラントしないの、もうトイレしたいのにあえてトイレしないのと一緒だからな。なんかね、俺の友達にいたんですよ、あえてトイレ しないっていう、そう、トイレしないのが気持ちいいっていう人がいたんですよ。だからそれとちょっと心理状態似てるのかなと思って、だからこれからプラントしないやつがいたら、あ、この人トイレ我慢する人なんだなって思った方がね、いいと思います。まあでもね、このウォーデン決められたらね、メガネかけて倒したらね、もう超理不尽なんで、相手もうなんか電車乗り遅れたけど指挟んで電車思いっきり乗る能力をこう得た感じ、やってる側としては、うわ気持ちいい、最高、挟まれるの好きとかなってるけど、相手からしたらもう大パンだから、ふざけんなよってなる。もう体、毛穴からサボテン入るレベルでムカつくんで、やっていきますよ。もうそもそも投げらんねえからな、スタン、インも投げられねえし、いった、何入っちゃった、おはん決め打ちん、そんなとこに立ってたら俺は決め打ちしちゃうぞ。お、チンチンマックス、いいね。いや、なんかね、今シーズンオキーム強いのかな、飛び出し有利なのかわかんないけど、とりあえず決め打ちは俺入りやすいと思うな。てか、まあ毎シーズンからいつもそうだけど、いつも決め打ち入るけど、 MPX と SMG12 強すぎなんだよな。そう、あとね、朗報、12打ちやすくなってっから、いや、これでちょっと決め打ちするか、12でMPX で決め打ちはね、もうバルでみんなもう散々やってると思うから、やってくぞ。いや、もう B ボム発見とかもうそこしかないだろう。いや、わかるわかる、見える見える、俺には見える見える、おっ、うわっ、おわおわ、すごすぎ、マジ決め打ちの王なんだけど、メガネ使わねえ、おお、都市伝説すぎ、おお、ダメ、ノンフィクションマジであるから、これもう使っちゃうから俺。いや、これで防ぎたいよね。そう、フラッシュ食らってからもね、このメガネ発動したらね、無効化することできるんで、食らった後でも。え、右から音する。いるぞ。やば！お、本当にクロストッキングじゃん。敵にいるとマジでクロストッキング履いてるみたい。そんなクロストッキング被って戦ってっから俺のこと見えねえんだよな。よし、やってくぞ。もっとやれるぞ。もうスタン食らいたいから見え見えの角待ちかまそうかな。もうサボテンですかってきた。まあオレゴンと銀行とクラブハウスの地下だったら強いかな。おっぱい、そう、とにかく強いと思うよ。そこだったら全然こいつピックしてもありかな。いや、なんかもう1試合目から全然メガネ使わなかったから、もうお前メガネ使ってねえじゃねえかよ、うるるるる、気をしねえや、アホしねえ、バーカバーカとかもうね、煽られそうなんで、もうちょっとね、俺そういう人にね、もうリアルサッチャーかましたいなと思って、いつか自分も無効化して、アレクサ電気消して、これでね、もう俺のアレクサ持ってるね、リスナーさんたちのね、もうで家の電気がもうリアルサッチャーされるんで、いや、ざまみろ、本当に。もうシリーはね、もう散々いじめたんでね、もう次はアレクサをいじめようかな。もうちょっと意味が分かりませんとかね、意味が分かってるのにあえて分からないとかね、言わせたよね、本当に。もういじめたい、アレクサを。お前らのアレクサをいじめてやる。なんかエロいな。エロいや、エロくない、エロくないぞ。全然ね、対象だから。もう健全すぎるわ。アレクサ。いや、あえて角待ちしよう、もう。見て、僕のこと。あ、メガネ消えちゃった、ブル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 。やべ、都市伝説すぎ。ないメガネかけたい、文字が小さすぎて見えないってなっちゃう、これやばいやばい、来てるスタン、来い来て、え、なんで誰も気づいてないんじゃない、お、レーザーサイト見える、来た、なんで泥投げてくんの、これさ、俺のこと素通りするタイプの人たち？いや、これ投げられるんじゃない？投げてくれる未来が見えますよ。あ、
ちょ、やばいやばいやばい、絶対もう一人いる、絶対もう一人いる。で、もう一回これ隠れてくれる、隠れとけば何かしらスタン投げてくれるから。いや、飛んできた瞬間あとか言って死んじゃったんだけど。え、な、誰も投げてこないじゃん、スタン。どういうこと？メガネ都市伝説すぎ。こういうことなんだよね。もうランク版も殲滅だから、もう殲滅チームデスマーチだから。てか俺の脳みそがそうなのかな。脳みそが、脳みそが脳筋すぎて。あ、ナイス。え、誰が食らったのそれ。みんな動いてなかった普通に。あ、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 あなんで相手が吹っ飛んでんのこれ。おかしくない？いや、このね、神の聖水マップ、地面打つとね、聖水がピチャピチャするんですよ。ほら、ほら、マジ、神の尿意マップ、すごすぎる、これ。もうなんか、1ラウンド目に話したのとちょっと繋がってしまいそうな感じがして怖いよ。作者そいつなんじゃね？まあね、あ、そう！あとね、なんだっけ、俺昨日さ、ヌックの動画あげたじゃん。あれ、みんな、おい、ノックだぞ、お前、何ヌックとか言ってんだ、さ、お前とか言われたんですけど、いや、公式だとヌックだったんだよね。あ、いる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 。あ、ぶれない。無反動、無反動、強武器、神武器。でも、メガネは都市伝説。いるね。火花がいるね。タイプ89。すごいでしょう。すごいでしょうって、何がすごいでしょうって言ったの、今。脳死すぎてやばい。いつもか。ドローンの色、黄色じゃない？おい、当たった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 ね。リロード入ったね。うわっ、逃げる。このママみたいな走り、すごくやだ、気になる。ママ走りやだ。オーデンママだもんな。よし、リロード。うわー、近い。スタン飛んできそう。楽しみにしてるぜ、スタンを。ディフェンスもないからね。来い、投げて。もっと眩しい、目を痛めたい。もっと俺の目に刺激を。みんな静かだね。なんかみんな静かすぎない？俺がうるさいだけ？うわ、いや、ほんと MPX ヘッドラインに弾ばらまいてるだけで1キル確定なんで。あ、やべえ、もう弾切れしそう。え、撃ちすぎ撃ちすぎ、メルトン撃ちすぎ。ナイス、来た。あ、違うよ、角度が違いますよ。火花もっと奥に投げて。おっ、ツオンツー、あの役ブーツの人どこにいるの？あ、ちょ、いや、これなら任せてくれ。もうあいつはスタン多分1個持ってくから。火花まだメガネを見るチャンスはある。なんか向こうのボム行きそうだな。おっ、うわっ、そこで報復すんのはギルティーすぎ。あー、もうマグがない。チンチンマークしたいのけど。いやー、まずこいつは片付けられるなー。いや、次だな。マジ読めねえ、どこにいるの。いや、カジュアルホウセマジ懐かしい。いや、俺ね、ちょっとこれ製品版じゃねえけど、なんか何だっけ、公式の今の現サーバーに何だっけ、このウォーデンとか追加されたらもうランクマしか潜んないんで、カジュアルはもう行かないっすね、俺。もうちょっとテストサーバーマッチしなさすぎて、もうカジュアルで許してくださいって感じだけど。お、ナイス。マジ懐かしい、ホウセ。ホウセはもう俺のホウセだから。もうね、いくらでも戦えるから。わーい！いいね。次ラペ勝って。うわ、強すぎー。こんなんだったらバルキリで来ればよかったって後悔。うお、エサエサ。あ、なんだあなた、スーパーナインティーで倒しちゃうのね。さあ、どこだ、ラストワン。早くない？いや、ミンカ、そういうことよ。ワンキルすると穴できるからな。これ、ラペってない、今。音聞こえますよ。いない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 、どこどこどこ。いや、なんか俺、最近決め打ちじゃないけど、てか、なんかカメラの色おかしくない？あれ、バグ？バグなの？あれは。青とか緑とか黄色とか、なんか色間違えちゃったの？あれ。ほら、なんか色わかんなくなっちゃった、みたいな感じ。どうしたん？色明らかおかしいよね。なんか音する音する。外かこれ。いや、民家本当にさ、ワンキルして穴見つけて倒しまくったらもうラストワンなかなか入れねえもんな。え、今どこのバリケン下？ああ、なんだよそのガラス。お前ふざけんなお前。いや、これなかったら俺倒したのに。
アイス。はい、ということでね、皆さんね、ウォーデン都市伝説すぎるのでね、皆さん使ってみてください。まあなんかクラン戦とかパーティーで使ったら多分強いんで、ぜひ皆さん使ってみてください。まあ公式サーバー来たらガチで使うわ。